左へ展開する琉球、低いクロス、枝本がスルーして真ん中ですがボールはカットしました。さあここで行く石田です、石田です、石田が行く、シュート打った、交代してからその再三見せていた鋭いドリブル、ついに功を奏したドリブルシュート決めた、移籍初ゴールになりました石田、見事なゴールが決まりました。このアスルクラロで、まあ、6試合目の出場ということになりましたが見事に決めました。今すでに選手が入りました、選手の交代、まずは岡が入りました。岡が入ったところです。染谷に代わって岡が入りました。